二酸化炭素を減らしてみんなで作ろう豊かな暮らし。健康が大切。8月1日福井市のアオッサで環境福井推進協議会の2050カーボンニュートラルカードゲーム体験会が開かれました。このゲームはカーボンニュートラルへの理解を深めることのできるシミュレーションゲームです。参加したのは県内の企業や自治体職員などカーボンニュートラルに興味のある人たち。2050カーボンニュートラル公認ファシリテーターの高井さんの進行のもと、民間企業や政府など12の業種に分かれて経済と環境の変化をシミュレーションしました。暗算早い人足し算してください二酸化炭素をゼロにするための取り組み、これを私たちの立場でどうやったら実現できるか、また誰かに任せるのではなくって自分自身が行動してカーボン削減の取り組みを実現してほしい、そういったふうに思っています。全体でやっていかないと達成は難しいのかっていうのがちょっと、ゲームですけど、ちょっと体験できたっていうのがすごい大きいかなと思うので、やってみてカーボンニュートラルの難しさと大事さを知れたような気がします。環境福井推進協議会では参加された方を対象に2050カーボンニュートラル公認ファシリテーター養成講座にかかる費用の補助を行っています。詳細は環境福井推進協議会のホームページをご確認ください。環境福井推進協議会が運営する環境アプリフクエコ、脱炭素につながる行動や対象スポットに掲示された QR コードを読み込むことでポイントを獲得。ポイントを貯めると素敵な商品が当たる抽選に参加することができます。皆さんもぜひ始めてみましょう。